はいどうも、つけ麺ズーイストちょっと、阿部ちゃん。はい、今日は、はい、こちらのミスタードーナツさんに行きましょう。イエーイ、ミスタードーナツ。ミスドの秋といえばやっぱあれでしょう。お、ハロウィン。ハロウィン。ハロウィン。去年やったよね。はい。ウェルカムちゃん。はい。まあ、今回ハロウィンとね、はい、あと芋。芋。そうそう、芋のやつがね、はい、うん、まあ、今日から新商品で、はい、期間限定で出てるんですけども、はい、今日は父、はい、ちゃんに、はい、1時間で何個食えるか、その限定商品、はい、期間限定商品を1時間で何個食えるか、はい、はい、どうですか。100個。おお、100個ね。はい、まあ、父ちゃん甘いの好きだから、はい、はい、せーの、わっしょい、つけ麺ズ。はい、とりあえず全種類買ってきました。こっちがさつまいものドーナツ、こっちが去年もやりましたニューバージョンハロウィン、なんとこの2種類同時発売本日。すごい、はい、これが一応全種類か。はい、ちょっとないやつがあるんですけど、売り切れで。あ、はい、何からいこうかな。もう好きなだけ食っていいんですもんね。好きなだけ。おお、最近ダイエット中なんでこんなんなかなかないよね。チートデイで。チートデイは頑張ってる人がたまに許されるやつだな。じゃあこれからいただきます。こちらがですね、さつまいものドーナツのスイートポテトですね。いただきます。うん、あ、芋だ。ポンデリングなのかなと思ったんですけど、違う、普通のドーナツです。あ、なるほど、はい、オールドファッション。はいはい、それが逆に芋感があって美味しいですね。うん、うん、じゃあこれいただきます。次、これはね、カラフルフランケン。カラフルフランケン、フランケン。パーティーをまだまだかと首を長くして待っていたら棒になってしまったダンス。かわいい、フランケンシェイクダンス。ね、かわいい。お手の、いただきます。うん、うん、もちもちしてて中にオレンジが入ってます。あ、そう、あ、うまい、これ食べやすい。よし、早いな。変わらず。次はですね、こちら。こちら、チョコジャック仮面。お、仮面で表情は見えないが、いつも優しくドーナツたちを見守るジェントルマン。仲間が楽しんでる姿を見るのが一番の喜びだ。あ、じゃあ俺みたいなドーナツです。いただきます。うん、なんか想像通りな安定した味でございます。はい、ただこれちょっと重いかもしれない、大きいんだよ。確かに。うん、あ、これはなんだ。ボーンボーンホワイト。可愛らしいメイクがトレードマークのおしゃれさん。ホワイトチョコのように甘い性格のためみんなから愛されてる。おお、じゃあ俺これみたいな感じですね。ゴールドファッションにホワイトチョコとかかってるやつですね。なるほどね。めちゃくちゃうまい。何してんの。今こう見守られてんの。仲間を送ってるとこを見せてるんです。残酷だ。うん、じゃあ次これ、さつまいもと黒蜜きな粉。おー、それ美味しそう。黒蜜安納芋パウダー入れのしっとり生地で黒蜜きな粉シュガー。へぇ、本当だ、黒蜜かかってる。あ、あ、すごい、すっごい和風。あ、これ美味しい、絶対好きっすよ、みんな。これはマジで美味しい。なんかこのさつまいものドーナツ、温めても美味しいらしい。うん、美味しそう。なんかこっちは大人向けって感じ。こっちはパリピみたいな感じ。パリピ、うん、渋谷のね。うん、はい、次はですね、こちら行きます。それはホワイトジャック魔女。綺麗好きで放置で飛ぶより掃除が好きということしか知らせてない、ミステリアスな魔女。口癖はそれは秘密よ。思ったんですけど、前から見ると可愛らしいんですけど、後ろから見るとめちゃくちゃ怖いんですよ。あ、なるほど。というやつだね。おそらく。いただきます。うん、想像通りな
美味しいドーナツです。うまい、うまいぞ。じゃあ次はこれ。おお、出た。おしゃれ、なんか一番おしゃれというか。おしゃれですね。パープルンオオカミって。へえ。オオカミ。みんなを盛り上げるためにいつも吠えてるハイテンションボーイ。賑やかな場所には欠かせないムードメーカー。へえ。なんかでも見た目的に俺これが一番好きです。いただきまーす。ん？どう？何味だ？芋ですわ。あ、それも芋だ。はい。芋ですか、これ。え、次がこっち行きます。お、それあれね、プレーン。はい。安納芋パウダーを練り込んだほんのり甘いしっとり食感。なんかプレーンって俺苦手なんですよね、結構。なんでも。なんか味がしない。そんなことないでしょ。味がしない。まあ、甘いの言ってからのせいだよね。確かにね、甘さ控えめというか、ハロウィンのこの麺あるじゃん、うん、これ全部で9種類あるみたいな。うん、みんな一つ一つ違うと思う。そうそう、麺が一つ一つ違うみたいな。うん、はい、次はこいつです。チョコレートミイラ、ミヤマ。ワイルドな男に憧れている行動家、ワンパクだから怪我もしょっちゅう、いつしか包帯のグルグル巻きが大得意。おこれもまた王道の味でございます。それも、それポンデリング。ポンデリングですね。ポンデリングにちょっと。はい。ポンデリングのプレーンは美味しい。そうでも、ポンデリングは味噌が一番好き。味噌。味噌味だった。期間限定。そうそう。味噌ラーメン味。はい。お、残酷。うん。とりあえずこれで、まあ、ある分は全種類食べましょうか。はい、はい、追加で6個買ってきました。ちょっとお芋のやつは重すぎてハロウィンだけになっちゃいましたけど。なるほどね。はい、10個目これ一番お気に入りです。これ食べやすくて美味しい。店舗限定で30円でホイップクリームもらえるんですよ。こいつをね、あ、ディップスタイルね。はい、あー、それほらいいね。お、なになにそれ、白髪？白髪です、おじいちゃん。白髪になっちゃった。美味しい？うまっ！これあのあれですよ、エンゼルクリームとかになんか入ってるやつ。あ、そうなんだ。はい、うわ、めっちゃ美味しい、これやばっ。プラス30円の、はい、楽しみ。うまい、すごいな。今これ 10個買ってもらえた。10個の顔じゃないっすよ。そう、10個の顔じゃないよね。2つ目の顔。これお気に入り、お気に入り、おしゃれなやつ。オオカミ。はい、うん、うん、うん、わー、すごいな。次これ、はい、うん、よっしゃー、13個目です。こちら、すごいな、すごいラーメン食いたい。やっぱここまで食っちゃうとしょっぱいの欲しくなるんですね。ほう、また店が、ほう、残酷や。でもこいつめちゃくちゃ笑ってるから。うん、いい。14個目。はい、それ翔ちゃんの一番お気に入り。これが一番美味しいですね、やっぱ。で、これをつけるの、ディップするのがすごいおすすめです。ディップスタイル、はい、白髪。あ、結構きつい。うん、すごい、14個目。多分これが多分ラストです。15個目。はい、最後はこいつ。ニコニコしろ、これから食われるの。1個200キロカロリーって考えたら3000キロカロリーぐらいと思う。マジっすか。まあ今日チートデーなんで。200キロカロリーぐらい。1個200以上あんじゃん。でも230以上。調べなくていいです、調べなくていいです。最高。
うん、素晴らしく。何が一番美味しかった？美味しかった。やっぱあのスティックのやつですね。おすすめです。それにホイップクリームやるのが一番おすすめですね。なるほど。はい。よかったら皆さんも食べてみてください。はい。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。それ267キロカロリー。すなわち、うん、4000